するとあと決めたわけですけれども、当初からまたもう一度環境を変えて勉強したいからということを申しておりますので、私はすごく自然な流れだったのかなというふうに受け止めました。そして間もなく二十歳になられる佳子さまとの思い出についてはいろいろと親と口論になることが多くなっていました。以前はそういう口論になると私自身はですね、長女がいてたように導火線が短い人間の